皆さんごきげんよう、上川かおるです。今回はムンジェイン大統領の声明が出ているので、それを見ていこうと思います。今韓国に対してはホワイト国指定の取り消し、そして半導体製造材料の輸出入に関する貿易手続きを適正化するといったことが行われています。この点についてムンジェイン大統領が日本を批判しているので、その内容というものがどのような話になっているのかというのが注目のポイントです。それではニュースをお聞きください。ムン大統領、日本の狙いは成功しない。経済により大きな被害警告。韓国のムンジェイン大統領は、日本の輸出規制措置に対して、結局日本経済により大きな被害が及ぶことを警告するという立場を再度明らかにした。日本の輸出規制措置に対する3回目の警告だ。ムン大統領は、韓国経済が一段高い成長を期としている時期に経済成長を遮ったも同然だと指摘して、日本は一日も早く外交的解決のための対話に出てほしいと促した。前例のない過去の問題を経済問題と連携させて、両国の発展の歴史に逆行する非常に賢明でない処置と規定した。相互依存と相互共生で半世紀間にわたって蓄積してきた韓日経済協力の枠組みを壊すものであり、韓半島平和プロセスのための韓国政府の努力を支持して参加している国際社会の共同努力に対する不信を引き起こすものである。過去、韓国人は団結した力で経済危機を克服したと強調したムン大統領は、日本との製造業分業体系に対する信頼を壊し、韓国企業は日本素材部品装備の依存から抜け出し、輸入先を多角化するか、国産化の道を歩んでいくだろうと明らかにした。結局、日本経済に大きな被害が及ぶだろうと警告しておく。日本の今回の措置が自国の経済を縛り付けるブーメランとして返ってくるだろうという強烈なメッセージを伝えた。今回のことを韓国経済の災いを転じて福となす機会にするという政府の意思は確固たるものだ。政府は外交的解決のために全ての努力を尽くすつもりだが、一方では企業がこの状況に対して自信を持って対応していけるよう必要な全ての支援を惜しまないと述べた。ムン大統領は、韓国経済と日本経済は密接な関係にあることを想起させながら、日本政府は一方的な圧迫を引っ込めて、今からでも外交的解決の場に戻るように願うと再度明らかにした。このようにムン・ジェイン大統領は日本側の対応を批判しています。そして、日本側の経済により大きなダメージが出ますよ。このままだといけないので、早く外交問題としてこれを取り組んでください。話し合いましょう。といった形で提案しています。この話のおかしなところは、そもそもこの問題というのは外交問題ではありません。優遇措置を取り消しますよ。また、半導体製造材料の輸出入について厳格化してしっかり管理しましょうといった話は安全保障上の話であって外交問題ではありません。つまり今回の件で言えば、日本側が求めているのは韓国側がしっかりと管理を行い、日本側の要求に対して答えなければいけないという話なのです。半導体を作るのに必要な量、それ以上を輸入しておきながら、それがしっかりと管理されておらず、どこに行ったかもわからない。そしてそのことを問い合わせても答えてもくれないという韓国側の実務的な問題があるわけです。ですから韓国が本来行うべきなのは、指摘を受けた件についてしっかりと調査・捜査を行い、改善点を洗い出し、実際に実行を行い、このようなことを対策として打ちました、実施しました。ですから問題ありませんよといった形で日本側に誠意を持って答えるべきなのです。つまり安全保障上の問題であると指摘された時に、分かりました、この件に関してしっかりと対策を打って安全保障上の問題はもうありませんといった会話ができれば問題はそこで終わるわけです。
ところがムンジェイン大統領というのは問題がありますと言われた件について、そのことについてはいや問題ないよといった形で全く何もしてないわけです。しかもリストが出てきたということがありましたが、そこには問題がある、摘発も行っている、そして摘発しても毎年のように次から次と密輸が行われていたという証拠は出てきているわけです。これらのことから本来やるべきことをやらずに日本側を批判しているのはおかしいわけです。外交問題で解決しようという話ではなく、そもそも実務レベルでしっかりと適正な管理を行うことが第一なわけです。またここでは日本経済の方がより大きなダメージが出るといった話もしていますが、これもまた事実誤認です。半導体の最終製品を作るのはサムスンであったり SK ハイニックスであったりするわけです。基本的に生産というのは部材の方が安くて最終製品の方が値段は高くなるものです。この原理から言っても原材料の一部をあくまでも輸出している日本がより大きなダメージを受けるということはありえません。例えば DRAM にしても有機 EL パネルにしても、それを受け入れる側の方がより大きなダメージを受けるということはないわけです。またこの産業について言えば 100% 韓国が握っているかといえばそうではないわけです。 DRAM の生産がサムスン一社だけで全世界を支配しているというのであれば、その生産が止まるということは大事件ですが、別に他の会社も作っている、しかも足元ではその需要が鈍っており、在庫が積み上がっているというのもまた事実です。しっかりと必要な分だけ韓国が輸入し、その必要な分について適正な書類を揃えて適正な管理を行えば日本から輸出を行うことができるので、半導体の生産には何の支障もないわけです。にもかかわらずムンジェイン大統領はあたかも日本が韓国経済の減速に取り掛かっているというような形で批判を行っています。韓国のサムスン電子は1、3月期の営業利益が前年同期比 60% 減、また4、6月期についても 50% 減以上という昨年の業績に比べて大きな減速をしています。ですがこれは日本が何かする以前からすでにサムスン電子の減速が凄まじい勢いで起こっているということであって、これから何か起こるという話でもないわけです。市場は少し過敏に反応していますが、現実問題として言えば書類をしっかり揃えて提出さえすれば、日本側は禁輸措置をしたわけではないので必要な生産がいずれ問題なくできるわけです。何本か前の動画でも取り上げましたが、サムスン電子の場合は在庫の積み上がりが3ヶ月程度あると言われています。在庫がはけてきて、そして生産についてもまた軌道に戻れば特に問題はないわけです。それをあたかも日本がこの韓国経済にダメージを与えるために何かやっているというふうな言いがかりをつけているのは、韓国経済の減速がした場合それは日本の責任ですよといった形で責任転嫁を行っているに過ぎません。本来であれば韓国側が行うべきなのはあくまでも日本が指摘した問題について是正、適正な管理といったものを行うことによって問題を解決しましょう、そして解決できます、解決しましたよといった、そういった前向きな話をすればいいわけです。それらを全く無視した状態で韓国側というのはあくまでも日本が悪いといった話をして問題の解決に取り組んでいないわけです。これでは全く話が成立しません。今回の声明というのは、ムンジェイン大統領というのは問題を解決することよりも日本を非難する方にいっぱい力を入れていて、それ以上何か前向きな回答というのは出せない人なんだなっていうことを改めて日本にアピールしてきたといった、そんなマイナスの評価しか起こり得ないような声明でした。皆さんはこのニュースについてどう思われたでしょうか。
動画を最後までご視聴いただきありがとうございます。それではまた次の動画でお会いしましょう。またね。